すみません、お待たせしました。では始めていきたいと思います。さて、前回のプレイはですね、13分かかってる。落ちた。相手が落ちたのかな。当然被害がでかい。歩兵か。これは全滅、しゃあない。戦艦は強い。戦艦飛行機も攻撃できます。全滅ですね。さあ、飛行機の攻撃全滅かな。2機残った。うん、1機だけ倒した。こちら4機やられました。どんどん攻撃してきますね、相手も。頑張ってます。しかも相手をおびき出すことに成功したのは大きい。これはダメですね。おびき出す先に占領っていう感じですよね。届かない。一歩届かないんですよね。爆撃機だとどれぐらいダメージ与えるんだろうか、戦艦に。いい勝負できんじゃないかな、爆撃機だったら。どこに行く？入らせないようにしてるかもしれない。引き上げますか。やばいな、ちょっと補給ですね。4機しか残ってない。ただめんどくさいことはめんどくさい。
わあ、動かせない。こちら7機残り1機。合流するかな。しない。足止めをさせます。あー、1機残ったか。十分な足止め要素になりえますね。あ、なんでここにいるんだ。攻撃するぞ。あ、と思ったら6機しか残ってなかった。さあ直接対決だ。あ、結構失ってますね。まあ、地形効果もあるんでしょうが。お、全滅させた。地形効果はでかいですね。向こうは9機なんで、これはちょっと苦しい。相手は抵抗激しく、どんどん全滅していく上にこれ動けないじゃないですか。歩兵が、歩兵じゃない、戦闘工兵じゃない。あ、やばい、しまった。さあ、動ける残機が少ない。おお、怖い怖い怖い。さあ、壁を作って守ろうとしています。戻ってますね。さあ、足止めを図ります。戻りますよね、さすがに。これで動けなくなった反面、まあ一つぐらいはいいかな。入ってきましたね、やっぱり思った通り。え？
再度占領を押し返そうとしてますからね。あ、そうか、そういう戦法があるか。ここ占領できないけど、あ、でも これでも えげつない犠牲になるんだよな。じゃあこうしましょう。2機しか残ってないのか。じゃあこうですね。あと何機？ 1 機か。じゃあ死ぬね、まともに攻撃したら。 1,2,3 届かないや。2機しか残らなくなるんですよね。7機、とりあえず戻れることは戻れる。9機だからな。ちょっと待って、あと何機残ってたっけ。10機丸ごとですね。こちら6機。2機しか残らなくなりました。5機。何機？ 6 機か。一歩足りない。とりあえず足止めですね。
今何機 ?4機 ?4 機だったらまだ占領まで時間がある。戻りましょう。と何機？5機か。下ですね、下にやらせるんだった。これはで、これが上のゾーン。で、戦艦も動かしつつ、10機ありますね。10機残ってる。次のターンに占領できるかどうかですね。1個占領成功しました。どんどん取り返していきます。1機だけ残ったか。まあいいんですけどね。まあ、だいぶ占領していきますよ。もう全滅させましょう。あれ当たらない。当たるときと当たらんときは強烈、極端だな。おっと、ここしか攻撃できないのか。あ、でもまあいいのかな。攻撃したい目標と違いますからね。結構だから
戦艦はですね、42機か。あと何機？あと1機作れる。じゃあ戦艦作りましょう。そこやるか。まあ、さあもう壁にさせる作戦ですね。10機残ってるんだ。さあ山なんでどれぐらいやれるか。お、1機しかやれなかった。1機だけ残った。また1機戻りました。占領も近いですしね。おっと、挟み撃ちだ。まあですよね。誰？おお。届かないんですよね。あの、挟み撃ちされてる。強い。何？ああそうか。一機でも倒せば十分だ。5機倒した。5機倒されたか。もう一回行きますね。まあそうだろうな。強い。全滅。え？さあ地形効果はどうなる？結構いいですね、地形効果。
まあそうだろうな。全滅は一機残った。これで自走砲は戻れなくなりましたね。どこに行くんだ。前へ行った。お、攻撃する。やられてますね。おっと、結構前進してるぞ。さあ前へ進みます。あー下がりよったか。しかもこれ固定されてたらちょっとやばいな。あれ下がっちゃった。合流します。これで道が開きましたね。お、合流した。引いた。下がった。爆撃来たか。
これでもう倒さないといけなくなりましたね。これ2機1,2,3,4,5 ここだったら届かないが、相手2機いますからね。これは禁物です。さあ移動開始です。当然3機2機か、合流させた方がいいかもね。5機9機これが2機あるんで、これだと1,2,3あ届くか、これも届きますからね。どっちにしても届いてしまう。となるとこうでしょうね。
今2機が動けなくなってますね。今あと何機 ?43 か。まあとりあえずこれは分は全部輸送ヘリ使いましょう。これ占領ですね。当然占領にかかります。さあ港もどんどん占領だ。3機か。当然待ってたあの航空機が攻めに行きます。なぜか下がってしまう。両端から挟み撃ちになりますね、最後は。引いちゃいますよね、合流した上に。全滅。来たか。
降りない。これで足止めになりました。さあ、あと標的に入っていきますね、フシ。この方法で足止めをしないといけません。あ、やばいな、これ港やられるかも。やっぱり来ますね。おや？あ、攻撃はしないな。まあ引きますよね。あれ？なんで？今なんで燃料があったんだ？何をしに行くんだ？合流した。
今相手の兵は、ああなるほど、部隊が48なんでこれ以上攻撃できないんだ。残ってるんですね。ちょっと悩んでる。1,2,3 届かないんだ。つまりこの高射砲さえ相手すればいいわけです。これでこいつが突っ込んでいけないはずです。まあとりあえず引きましょう。こいつは何機残ってんだ。9機か。行くしかないですね。まあ結局射程は、いやそんなことないでしょう。お、半分に減りました。次で攻撃されるのはこれだけですからね。比較的安牌と言えるのではないでしょうか。 1,2、攻撃される。だから通させません。
攻撃できないんだ。こっちも占領ですね。飛行場が占領されました。こっちかな。ここまでは届くんですよね。なんで援護しながら進む形になるかなと思いますが、ほい。あと2機か。ってことは、まあ先のこと考えたら攻めに行った方がいいんですけどね。待機させるかな。次はですね、占領させましょう。下の飛行場を。46、あと2機。1機は戦闘歩兵かな、やっぱり。駅は地下通に寄らないといけないんで、戦艦作りましょう。4機。
ああ、全滅。あ、そっち占領か。あ、なるほど。しかし、なんとダメージ与えられない。確かに3対1ではちょっと辛いですからね。攻撃来るか。これ相手は撃てる？撃てないか。こっちは2機やられました。たかだメインカメラをやられただけだってことですね。回り込めるのか。気もやられた。すごいな。どっちをやる？歩兵か。残ればこっちを勝ちですからね。どこ行くんだ？あー、なるほど。おー、無残にやられていきます。3機会いましたね。当然攻めに来ます。これで2機ずつか。そっち行くか。助かりましたね。ちょっと当然次の面でやっぱり攻めに行きます。そこの出るとこ封鎖しないといけないですね。
まあ当然来るでしょうね。相手もまだまだしぶといです。まあ引くでしょうね。さ、下がった。合流した。引いた。来たか。爆撃と。戦闘機が少ないんですよね。まあ、うん、なるほど。戦闘機は5機、爆撃機が10機で、当然こいつがあるんで、こいつは狙われる。ここでも攻撃されるんですね。やだな。当然それはやられちゃいますからね。占領成功です。
くと死んじゃいますからね。まあ、当然これやるか。銃なんでね、フルに残ってんですよね。これが出口だから。引き上げましょう。これはで、吸気2機乗った。これが吸気か。吸気はちょっと嫌ですね。だからこうですね。これだったらあれは届かないな。当然戻ってくるんで、これは足止め測ります。
今状況は、あ、一辺しか作れないんだ。まあ当然ここまでしか進まないでしょうね。届かない。全然効かない。まあ当然攻撃するでしょうね。知ってた。オッケー。あ、引き上げたか。何を、ロケット砲、ロケット砲じゃなくて、強いな。一機でも残ってくれ。オッケー。なんか来た。残り9機。強い。攻めが激しい。押せない。
うるし下がらない、動けよ。やっぱり来ましたね。123攻撃できるや。下を狙ってますね。当然前へ行きます。前進するでしょうね。あ、引き上げた。合流した。引き上げましたね。2機しか作れなかったんだ。まずは上の占領からか。しか残ってないからな。まあでも十分役目を果たしました。ロケット砲があるんですよね。お、両方とも10機だ。これが9機ある。
あ、ここもやれるのか。ここもやれますし、まあここでしょうね。これ10機やるんか。じゃあ先に戦艦やっとこう。6機になった。では倒しまいきましょう。爆撃機あったっけ？あるね。あ、そう、何機？ 8 機か。しないわけにはいかないしな。引き上げるとともに攻撃しに行きましょう。汎用性のあるこちらかな。一気倒した。で合流しましょう。
あと何機かな、あと2機か。上行こう。何機？あと3機か。7万2000と3万6000、倍差がつきましたね。そっちか。一機残った。七機か。四機残った。まあ、そうか。おお、来るか。残り10機。ああ、全滅した。降りない。降りないか。そっち来るか。お、一機残った。残る残らないじゃ大きな違いありますからね。
の木。一気に攻略されてますね。残り一歩なんで、これで橋は渡れないことは確定しました。あ、動かない。動くか。合流した。下がった。まだいける。降車砲
こをどうするかですよね。これを、あ、これ打てないんだ。じゃあ引き上げますよね。いやでもなんでも。まあ引き上げてもいいけど。まあ一番お金ある方を狙おうか。まあ、8機で引き上げられたら、あ、全滅した。全滅した。弾が2機。とりあえずここで守っとこう。これは戻ります。何機、10機だから、まあ どんどん取り返していきます。引き上げるかもね、これ。で、これを犠牲役にします。これだとこっちは攻められるしな。
こいつが6機でこいつが5機ですからね。残り1機になった。まあ5機なんでそんなに脅威じゃないでしょうと。でこいつをやってだと標的になりますからね。こうかな。これが8機、これが9機、これが3機、これかな。全滅。4機しかないのか。4機しかなければ大丈夫ですね。こっちを狙ってくるかもしれませんしね、下を。あ、こっち行ったらよかったかもね。あと何機？ 0。 こっちは1なんで、これ引き上げられないですよね。なんで、こいつをおびき寄せるためにここは行きません。まあもちろんここは行きますけどね。頑張れ。あといくら？あ、結構減ってるな、部隊数が。これであと何個？あと43か。あと2か。で、1、2、3、4つありますからね。もうなんで、なんで2000なんで、これは無理か。予算が足りないんで、これきりってことですね。ちなみに現在の状況は7万3000と3万5000、倍以上差つきましたね。まあ最も
まだまだ占領とはいきませんが、戦艦も増えてきて、いよいよ終盤戦となるわけです。まあ、問題は戦車 A が今少ないってことですけどね。と空の兵が多いってことですけど、この辺時短以降なんとかしましょうということで、次回は終わらせられるといいな。結構まだまだ壁は厚いし、逆押し戻されてる部分はあるけど、押し戻さ、追い詰められればいいなと思っております。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ファミコンウォーズお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。